はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やってくださいね。さあ、やってまいりました。今回ですね、ウェイシン V からですね、ファントム、こちらのミュージックビデオ見ていきたいと思います。ということで、収録ボタンを押さえて、ということで、もう、ニャニヤが止まらないです。それでは、もう、天球が今、ここにいらっしゃるというところで、ちょっと待って、字幕がついちゃったので、ペチュッて、ということで、行ってみたいと思います。チェイ！レッツラー、ゴッツ！ボリジ、ボリジ。おぉ！いやー、なんかすごいじゃないですか、世界観。なんかウェイシン V 帰ってきましたよ感がすごく伝わってくると言いますか。ちょっともう一回、いやー、ちょっと歌詞もつけて、やっぱり中国語ってかっこいいですよね。中国語ラップとか聞くの好きなんですけど、やっぱりちょっとその日本語にもなくて韓国語にもない雰囲気というか、ボリジボリジ、ワレゼワレゼ、この音のす
すごいローな雰囲気と、このゲームオブスローンズ。ヘンドリーちゃん、目が緑色になってしまうよ。ミンちゃん。ミンちゃん。やっぱいいわ、ミンちゃん。衣装素敵すぎ。おーん、夢の中で誰を呼んでいるんだろう。次第にぼやけていくビジョン。おくんくん、結構世界観鬼重視してて、でもちゃんとセットも組みながら CG も使っていくという。シャオくん、やば、前髪、天くんのここであえてちょっとスローかけるの分かってますよね。これタン、タンって何。くっ、このね、シャオくんの肩の柔らかさが好きですわ。どこの？やばくない？このジャケット。もう作ってんのかな？くんくんは目が赤いの。いやいや、月持っちゃってるよ。この手は誰の手？わーん。ウィンちゃん、声。このゴツゴツ感。って手バギだ。手バが。ビジュアル良すぎんか。改めてビジュアル良すぎんか。歌詞の意味を今読み取ろうとしているんだわ。中に飛び込んでいく。中国語のラッパーマジでかっこいい。からのクンクンっていうね。で、後ろでダンってやって、このヒットを打つこの天気。おーおー、この衣装。果てしなく待ちわびた Truth Alive。 ここのね、ウィンちゃんの姿勢。 Yes、 シャオくん。 Yeah、 怪しい目に隠された真実、仮面の後ろで全て見抜く。 Yeah、この前髪。
んかすごーい。なんかすごいっていう言葉なんだけども、なんか、あれですよね。ちょっと、やっぱり、中国の雰囲気もあるというか、ちょっとこの太鼓が鳴ってくる感じとか、少しダークな雰囲気見せていくところは、ちょっとウェイシン V っぽいかなっていうふうに思いながら、見ているところもありますし、ね、メンバーのところもね、含めてですけれども、来年もしかしたらここでまた動きが来るのかな、みたいな、このタイミングでっていうね。多分12月ラストのカムバックチームが多分 ACMV だったと思うので、これにて本当に、あれですかね、締めくくりになるのかなっていうふうに僕の中でも一つ思ったところはあります。ということで。素敵よ。美しい。綺麗です。皆さん本当に。活動がね、よりこう、まだ活発になっていただいて、ぜひぜひ日本にも遊びに来ていただいて、もう全力で応援しに行きますので、よろしくお願いいたします。ということで、現場から以上でございます。皆さんの感想もよろしければ、ぜひ下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。現場から以上です。ありがとうございました。よいしょ。はい。